はい。三福祉士、四合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。福祉住環境コーディネーター2級、聞き流し独学テキストの17回目となります。えー、今日はですね、高齢者、障害者の特性についてやっていきたいと思います。住、えー、環境コーディネーターについて、えー、仕事をしていく上で、えー、高齢者や障害者の、まあ、体であったり、あの精神的なあの特性は、 必ずこう覚えておいて損はないところです。試験にもですね、えー、絶対に出ますのでね、えー、よく聞いて覚えてください。えー、聞き流しはながら聞きで結構ですのでね、えー、覚えてくださいね。それでは行きましょう。えー、高齢者、障害者の特性編。高齢者、障害者の特性です。1番。人間は加齢により何歳を頂点にして様々な生理機能が低下し始めるでしょうか はい、それは30歳ですね。30歳を頂点にして、えー、生理機能は低下し始めます。では、加、え、齢、ー、により、心身の生理機能が低下することを何と言うでしょうかはい、それを老化と言います。2番です。女性は生理機能が大きく低下するのはどういった頃からでしょうかはい、それは平経期以降となります。 では、老化により血管はどうなってくるでしょうかはい、えー、動脈の弾力性は失われ硬くなるんですね。これも覚えておいてください。では、運動時の心臓の動きは高齢者ではどうなるでしょうかはい、えー、心臓の動きは低下するんですね。えー、若い時に比べて約20%低下する。覚えておいてくださいね。3番です。 視力の機能,機能は高齢化により低下し、どういった病気が多くなるでしょうかはい、それは白内障が多くなります。まあ、圧倒的にですね、高齢化により白内障が増えてきますね。では、聴力は高い音域から聞き取りにくくなり、どんな症状が多くなるでしょうかはい、加齢性難聴ですね。まあ、年取ってくるとこう、やっぱり耳がね、えー、悪くなるっていうのは加齢性の難聴。 と言います4番です高齢化により筋力の低下も重なって立っている姿勢を保つことが難しくなりどうなるでしょうか、はい、転倒しやすくなるんですねでは高齢化により視力・聴力の低下や感覚の障害などから孤独感に陥りどのようになりやすいでしょうかはう、い、つ状態になりやすいんですね。 5番です。高齢化により、下腹部から肛門にかけての筋力低下や、腸の前ん動運動の低下により、どうなるでしょうかはい、えー、尿失禁や排泄の困難、えー、便秘になるということですね。では、都市部と農村部の高齢者では、歩く速度が低下しているのはどちらでしょうかはい、それは農村部の方が、歩く速度が低下しているんですね。 えー、都市部だと、結構こう、歩くという高齢者が多いんですよね。えー、農村部は、まあ、あのー、高齢化になると、えー、歩くことが少なくなるということですね。農村部の方が歩く速度が低下している。これもちょっと覚えておいてくださいね。6番です。生理機能の低下から起こる高齢者に特有の様々な身体的、精神的な症状や疾患を何と言うでしょうかはい、それを、老年症候群。 と言いますでは体に好ましくない生活や非活動的な生活を送っていると何が引き起こされるでしょうか2つ答えましょうはい生活習慣病や肺葉症候群生活不活発病が引き起こされます7番です生活習慣の歪み重い病気の後などの老化促進因子により 老化現象が急速に進み、病気になりやすい状態ををとううでしょうか、はい。それを病的老化と言います、えー。では、寝たきりで体を動かす機会が少なくなったために生じる心身の病的状態を何と言うでしょうか。はい、それを肺葉症候群と言います。この肺葉症候群、あのー、試験によく出ますのでね、えー、よく覚えておいてください。8番です。 えー、廃症候群の身体的症状を10個答えましょう。えー、5番だけ息切れってなってますが、1から4までいきたいと思います。はい、1つ目が関節の拘縮ですね。拘縮っていうのは、こう、固まって、こう、動かなる、動かなくなりにくくなることですね。えー、2番が筋力の低下。3番が骨粗しょう症。えー、4つ目が起立性低血圧。 で、五つ目が息切れとなります。えー、身体的症状の十個目、あ、十個の続きです。え六、ー、番が食欲不振。では7個、七番が排尿障害。八個目が深部、え静、ー、脈血栓症。え九、ー、個目が褥瘡。 10個目が便秘です。浴槽とはですね、えー、同じ体勢でこうベッド等に寝ていると、えー、皮膚がですね、骨と、まあの間にある皮膚がですね、骨とこうベッドの隙間にある皮膚とかがこうこう擦れてですね、えー、そこから壊死していくというようなものですね。床ずれとも言います。10番です。肺葉症候群は身体的な面だけでなく、精神的な面にも影響を及ぼします。 どのような症状があるか3つ答えましょう1つが意欲の減退2つ目がうつ傾向3つ目が認知症のような状態が出てきますではこのような症状からさらに何につながるでしょうかはい、えー、社会交流からの途絶寝たきりの固定化につながるんですね11番です 変化する課題や新しい環境に適応する能力を何と言うでしょうかはい、それを流動性知能と言います。では、その流動性知能は何歳代にピークを迎えて徐々に低下するでしょうかはい、それは20歳代ですね。20歳代にピークを迎えて徐々に低下していきます。12番です。 学習や経験によって蓄積された知識の積み重ねによって育まれ、賢さや知,知恵の源となる能力を何というでしょうかはい、それを結晶性知能と言います。では、その結晶性知能は何歳頃まで上昇するでしょうかはい、それは60歳頃まで上昇するんですね。えー、流動性知能と違ってですね、結晶性知能は、えー、結構年取った これも覚えておいてください。13番です。頭部外傷や電気ショック、高熱、代謝異常などにより一時的に生じる物忘れのことを何と言うでしょうかはい。健忘状態と言います。では、健忘状態では人格はどうなるでしょうかはい。人格は保たれるんですね。えー、では。 健忘状態では注意により訂正は可能でしょうかはい。可能なんですね。健忘状態では、まあ、注意したら訂正することは、えー、本人にとっては可能なんですね。14番です。認知症では日常生活をする上での周囲の状況の判断力はどうでしょうかはい。異常で支障ありなんですね。では、認知症では人格はどうなるでしょうか はい、崩れるんですね。では、認知症では注意により訂正は可能でしょうかはい、不可能なんですね。ここがですね、えー、健健忘と認知症の違いなんですね。えー、認知症では人格は崩れて、えー、注意によって訂正は不可能なんですね。このあたりの違いちょっと覚えておいてください。15番です。障害の種類についてです。障害は大きく分けて2つに分けられます。何と何 でしょうかはい。先天的障害と後天的障害、まあ中途障害とも言います。この二つに分けられます。では、先天的障害はいつ頃に生じる障害のことを言うでしょうかはい。それはですね、えー、胎児期お期及び周産期に生じる障害のことですね。えー、産週期というのは妊娠満22週から、えー、出生後満7日未満の期間。 のことですね。16番です。えー、後天的障害、中途障害の代表的なものを5つ答えましょう。はい、えー、1つ目が突発的な事故。2つ目が脳梗塞の後遺症。3つ目が心筋梗塞の後遺症。4つ目が関節リウマチ。 5つ目がパーキンソン病、まあ、これあくまでも代表的なものの5つなんで、えー、もっともっとですねたくさんあるんですが、まあ、あと進行性の病気などもありますが、えー、代表的なものを5つ後天的障害中度障害のものを挙げております17番です成長発達段階における障害では常にサポートを受け成長発達を促して何を防止する必要があるでしょうか はい、それは二次的障害ですね。では、そして、えー、何を拡大することが大切でしょうかはい、社会参加の機会ですね。これを拡大することが大切となります。18番です。成人期以降の障害でも何の機会の確保が大切となるでしょうかはい、それは社会参加の機会の確保が大切となります。また、 自己実現や社会的役割を果たすことや二次的障害の予防にもつながるためにも何に向けた援助が必要でしょうかはい、それは ADL の自立に向けた援助が必要となります。19番です。病気や事故で障害を持った人が障害によって生じた新しい状況を心理的に受け入れていくことを何というでしょうかはい、それを障害需要。 と言いますでは、福祉住環境コーディネーターは、障害需業の難しさを理解した上で、どうする姿勢が求められるでしょうかはい、えー、一人の生活者とする視点を持って、主体的な生活を維持できるように援助する姿勢が求められます。えー、これもですね、えー、覚えておいてくださいね。はい、えー、今回ですね、高齢者、障害者の特性編の中の、 高齢者、障害者の特性について取り上げております。えー、品質のワード覚えておくべき語句を一問一答形式で19問にまとめています。まあ、福祉住環境コーディネーターは、まあ、いろんな専門職と共同して、えー、仕事を行っていくわけですが、えーまあ、高齢化やあの障害についての特性についてもやはり知っておくべきです。であのー、試験にもですね、かなり、えー、高齢者、 障害者の特性については出されますのでね、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。聞き流しやながら聞きで結構ですのでね、何度も聞いて記憶に焼き付けてくださいね。はい、それではですね、まだまだどんどん、不自由環境コーデンター2級の動画出していきますのでよろしくお願いします。以上です。